湊、うちに帰ってきてほしい。理由をください。それでもわがままは言いません。あれからいろいろ考えた。そして考えても考えてもよくわからんことがわかった。はい。だからとにかく一度だけ言っておこうと思う。伝えようと思う。はい。そうしないと俺たちは進めない。はい。湊、好きだ。よく考えたんですよね。妹ですよ。お前がいないとダメだ。湊を失いたくない。やっぱり妹離れできませんでしたか。ごめんね姫、ジュニもきつく言っておくね。ヒレちゃん大丈夫？これでいいんですよ。